までは高野山霊峰館開館100周年記念の特別展、高野山の霊峰展の中をぐるっとご紹介いたします。1200年の歴史を誇る高野山の仏様が一気にこんなにも公開されるのは100周年の今だけ。霊峰館館長様に許可をいただき撮影させていただきました。 YouTuber のカメラが霊峰館に入るのは史上初。高野山霊峰館特別館内ツアー後編のこちらの動画では、仏師運慶の国宝8大童子像を一挙にご紹介いたします。それではご覧ください。はい、続きまして高野山の霊峰館100周年記念の高野山の霊峰展、続いては運慶像へご案内します。ですか、どうなってるんですか。神秘的な演出がされてますね。不動明王と八大童子です。まずは不動明王様ですね。さあ、こちら不動明王様がいらっしゃって、その眷属、つまりは部下というかチームというか化身というかなんというか、そういった方々8人の子供たちです。全部運慶です。不動明王は違いますが、平安時代なのでちょっと時代が古いものですね、運慶よりも。そしてなんかこの造形がすごすぎて、はい、そして運慶が刺激を受けて、はい、こう増やされたっていうね、そういう、こう妄想いうか、はい、イメージ湧きますよね。ありますね。平安時代にしてはすごくしっかりした造形なので、はい、そしてだからこういった平安時代の仏さんを見て運慶が彫ったものがこの八大童子像。いっぱいも全部可愛いんですよ。まずこちらが四徳童子さん、意外と小柄なんですよね。多分足元から頭のてっぺんまでで1メートル10センチか20センチぐらい、小学校1年生ぐらいの身長です。はい、でもこの方はもう結構有名ですね。はい、本柄くんです。この顔なんでこんな済ましてるんですかね。相当優秀な子だったでしょうね。もう悪ふざけしてる子をこういう目で見てる優等生いますよねっていう想像が膨らむのが運慶のすごいところで、やっぱり。はい、続いてこちらですね。駅童子、駅童子どっちでしょうか。駅童子、かわいらしい。この子は結構勝ち気な子でしょうね。リーダーの横とかにいて補佐するタイプの子供っぽいなっていうイメージが広がります。もう一個一個玉眼って言って、目に水晶で、はい、あの目の力が、ね、水晶でキラッとされている。そこがまさにこの彼らが生き生きしているっていうのが広がってくるんですよね。続いてこちら、ウバカ童子は髪型ですよね。もうメラメラ燃え上がってます。これは髪の毛がこう燃え上がるというか、もう炎そのものを髪の毛で表現してるんでしょうね。もうブワッと燃え盛る、もう不動明王も炎ですから、まさにその部下、子供たちとしてね、彼らも炎を背負ってるんだっていう、腰がもう刺さってるのもいいですよね。強いですよ彼は。本当に一番喧嘩強いんじゃないですか。はい、並びで説明できるってすごいですよね。すごいです、はい、1回で全部見れるっていうのが本当にまだまだ話せない。説明している、もうバックにいらっしゃる存在感がすごいことです、はい、この子はビク、お坊さんの格好をしてるんですね。なんで童子というかビク像という名前がついてますけど、左手にはお経本ですね。お経、経巻を持ってるんですが、右手は武器ですね。だから身教えを守るという意味とか言いますよね、はい、創業なんですよね、この方は。創業ですね。はい、な感じですね、はい、で創業でありながら、ここ唇、舌を噛んでる、はい、そうです、そうです、不動明王ですね、やっぱしね、うん、あの髪の毛をそのままイメージされたらお父さんになりますかね、はい、このお顔は。ですね、確かになりますね、はい、このままこうモリモリモリっと髪の毛をこっちにね、はい、横に流すような、
いいですね、はい、でこれ1回刺したら抜けないようになるようにこう返しがついてるっていうのが強めの武器ですね、はい、そうですね、はい、はい、絶好防止です。月光道寺の瞳の輝きもいいです。ちょうどあのライトが、ね、当たる角度によってなんですけど、月光道寺の瞳がより輝いてますね。今日この方は黄色が似合うね。似合いますね、うん、その木肌がね、木肌ですね。で頭の飾りがちょっと菩薩っぽいね、ものを載せてますね、はい、でここの首の飾りも菩薩っぽい、はあ、そうですよ。そして横から私もいいですか、入ってどうぞ。これ本当に自分の視界の中にこんだけ一気に八大同時像が収まるって本当に贅沢な瞬間ですね。もう本当に生で見ていただきたいです、この素晴らしさっていうのを。生き生きとしてるんですよね。聖鷹同時像はやっぱ表情がいいですよね。やっぱり不動明王の脇に一番数、制作数は多分多いと思いますよね。聖鷹こんがらは二大同時で選ばれるぐらい、まあ、選抜メンバーになることが多いんですけど、やっぱり彼のこの堂々たる顔っていうのと、気が強そうなこの棒を持ってね喧嘩してる子供らしさと気が強そうさを兼ね備えてて、一応エースなんじゃないですかね。この表情の素晴らしさが運慶なんですよ。はい、台座も素晴らしい。台座じゃないです、なんていうんですかね、乗り物っていうか、竜も素晴らしくて、本当躍動感がたっぷりいうのと、本当に繊細な頬の筋肉の動きだったり瞳の輝きだったりっていうのが、運慶が計算に計算を重ねたんであろうっていうのがまさに伝わってくる。そしてこの距離で拝めるっていうのは本当に今だけなんですよ。ぜひこの空間に皆さん足を運んでいただきたいです。大家さんすごいですよ。はい、ということでぜひ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 この運慶の八大同時っていうのは本当国の宝、私大好き、ぜひ味わっていただきたい。そして続いての部屋には高野山に伝わる三大秘宝、三秘宝と呼ばれるものがなんと一気に展示されています。これ本当すごいです。弘法大師空海さんの直筆の筆の跡だったりが味わえますので、ぜひこちらも味わってみてください。さあ、もう胸いっぱい、お腹いっぱいに仏様を味わった後はお土産です。こちらミュージアムショップの面白いのがクリアファイル、そしてブロマイド、大きめブロマイド、めちゃくちゃ品揃えいいです。はい、この空間に私は今日ここだけで6200円、プラスいただきました。ありがとうございます。もう一個一個のブロマイドがね丁寧にあって面白いなと思ったのが 3D はがきっていうのがあって、こうやって 3D プリントになってる、ちょっと立体に見えるみたいな変わり種もあり、はい、楽しいです。本当に仏像はもちろんなんですけど、屏風だったりとかこういう書物だったり全てがポストカードになってたり、グッズしおりにいろいろなってて、本当ね、本当注目していただきたいのは傾いちゃってるっていうところですかね。はい、直させていただきました。皆さん直った姿をご覧くださいませ。はい、めちゃくちゃ可愛いですね、これ本当におしゃれな、はい、これ三個書と三本の三個松、三個の松、両三個、はい、塔から空海様が投げられた三個書が、飛行というのは飛行と書くんですけども、飛んできまして、はい、高野山の松に引っかかって、その引っかかっておったとか光って高野山が密教の聖地になるとこやん言うて、その後そこに生えてた松の葉っぱが3本になって、これを吉祥を呼ぶということで三個章にちなんで三個の松、はい、そして美穂様は拾ったんですよね。拾ったんですけど、ここのポッケに入れたんですけど、ください、はい、もちろんあります、ほらこれを
ださった方に教えていただきもらいました。はい、素直に言います。はい、ということで、あのミュージアムショップもすごく充実していて、私はここなんでこの高野山にみんな来ないんだろうって思いました。一番大事なやつがこの図録です。ちょっと先走りましたが、これすごいんですよ。高野山明宝館100周年の図録で、見てください、さっきの八大同時像が一個一個こんなに美しくなってましたし、もちろん今ここで展示されてる以上のものがたくさん宝物まだまだございまして、全てがこのようになってるっていう、もう決定版ですね。これ霊宝館の本当にこれ以上のものないんじゃないかみたいな。そうですね、今回は絶対押さえてほしい一冊ですね。ですね。で、情報もねしっかり載ってるんですよ、写真だけじゃなく。ぜひ、ぜひ必見です。ちなみにこれを買うとクリアファイルがついてきます。これこの柄でしたっけ、こちらでしたっけ、はい、ついてきます。はい、ということで高野山の名宝という100年に一度と言われるぐらい、もう本当素晴らしく貴重なものが大集結している展覧会が11月28日までです。会期は11月28日までなんですが、1期が6月6日、2期が8月1日、3期が10月3日、4期が11月28日という、まあ、それだけの区切りの中で4期でちょっとずつ中身が変わっていきます。ぜひね、毎期来ていただいてもいいですし、情勢が落ち着いてから来れる時に見逃しちゃいけないなって思いました。高野山霊宝館100周年おめでとうございます。そして素晴らしいものをありがとうございます。それでは皆さん、ぜひ来てみてください。ナム。